お疲れ様です。山田ジャックです。はい。えー、今日はちょっとぬくかったですね。あのー、いい感じに、えー、バイクでも、まあまあ、そんな無邪気じゃねえ。寒くもなく、はい。えー、まあまあ、快適に来させていただきました。さあ、えー、元気よくね。元気よく寝て。まあ、皆さん本当にね、一日お疲れ様でした。まあ、これからの人もいますけども。 えー、ちょっとこの6時から7時の間はお耳を拝借、えー、山田ジャックの声にお楽しみください。<coughs> えー、あのですね、あのー、何ですかね。いや、今日ちょっとびっくりしたんですけど、あの、このラジオ岸場にはね、各パーソナリティの、何て言うんですかね、ちょっとした、棚、ロッカーまでは行けへんけど、棚みたいなんがあるんですよね。で、まあ、その、 各パーソナリティ番組ごとにこう棚が用意されてまして、そこにね、その番組毎週かける曲だとか、ねちょ、ちょっとしたこうね、あのー、CD のストックだとか、そういうのをこう、いろ,いろ皆さん各様々なものをね、 あの、なんかこう、パフパフとかやるお、あの、なんか、なり物だとか、そういうのとかをこう、入れてある棚があるんですけど、まあ、山田ジャックの棚はね、まあもう、あの、もうほんまに喋るだけじゃないですか、この番組って。なので、ち,ちゃんと棚を用意してくれてるんですけど、まあ、使っていないんですよね。柄空きの状態ですわ。うん。んで、あのー、ね、 <laughs> まあまあ、寂しいなというか、そんなね、今日来たら、来て、まあ一応、一応まあ見る癖はつけてるんですよね。あの、なんか、棚をね。ほんだらね、ねな,なんか棚にあるんです。俺の棚に、山田ジャック、おかれディオの棚にね。あのー、まあ見たら、まあ袋に入ってまして、 あのねチョコレート。ね、先週、ほら、先週、この番組13日やったじゃないですかで。その次の日が14日、バレンタインデーやったでしょ。で、その、それを経ての今日じゃないですか。いやーと、なんかチョコレートやわ、うれしいと思ってね。だけどね、そのまあチョコレートも入ってるんですけど、あとなんか、 喉飴的な飴ちゃん。まあまあ、ラジオパーソナリティやから、喉を大切にっていうことなんでしょうね。あとですね、今もうなかなか手に入りませんよ。あのー、ね、コロナウイルスの影響とかで、あのー、ね、えー <coughs>、あのー、マスク。うん、今貴重でしょマスクなんて。えー、ね、飴、喉飴的な飴ちゃんとマスクと、 ねでまあチョコレートが入ってまして。でですね、あと何か何ですかあれは、あの、なんか、お <laughs>、お、おしばな。<laughs> おしばなっていうんですか、たんぽぽのね、こう、おしばな的な、なんかこう、本のしおり的なやつ、ねうん。が入ってあって、まあまあ、なんかこう、ぜ、まあ言う、う嬉しいけど、なんかあの、 絶対あれでしょう若い子じゃないでしょう <laughs> どんどん、喉飴的なもの。まあ、チョコレートもありましたけど、あの、喉飴的なものに、マスクに、で、その、しおりみたいなお、あの、おし花 <laughs> これ絶対、あの、<coughs> ねえ、えーえー、いい感じのお姉さんやと思いますよ。<laughs> いや、嬉しいね。でもそんな、あの、なんかこう、 あのね、昔学校とかでね、僕は経験なかったですけど、こう靴箱とかにね、なんかそうバレンタインでやったらチョコレートをこう置いてあったりとか、あとなんかこう、ラブレターがあったりとか、なんかそんな、僕は学生時代はなかったですけど、えー、この48にしてね、えー、そのラジキシの棚によって、そういう感覚を味わえました。 しかもなんかね、かっこいいことにね、なんかメッセージとかあったら、またね、ありがとうございますって言えるんですけど、その僕の棚に、そのね、プレゼントしてくれた方は何のメッセージも残してないんですよね。うん。ねえ。これあれ、ただの,その、その人の忘れ物ちゃうかなって思ってるんですけど。<laughs> <laughs> ただなんかこう忘れ物、<laughs> なんか棚に置いといたみたいな、まあでもね、え、ま、え、あ、んかな、別に僕もらっときますけどね、えー、まあ、うん、まあ実際ちょっと、あのー、チョコレートはちょっともう口にもうね、えー、食いしん坊なんで。 チョコレートは口に含ましてもらってますけども。<laughs> もらってます、ちゃうわ。えー、もあの食べ、食べました。ねええー、ありがとう、ありがとうございます。ということで。いや、なんか、嬉しいですね。あの、七のゴンベさんからね、えー、こういう、あのー、ねええー、プレゼントというか、まあ、バレンタイン。まあ、大きく、大きく意味でバレンタインもらいまして。えー、ねえ嬉しいですよ。ねえ。うん <coughs> はいそういうなんか今日はなんかちょっとラッキーな気分がいいねえー、あのー、お疲れるようになってますけどもさあえー、ですね、あのー、お聞きいただいてる方がねこうなんですかねメッセージをいつもくれ、えー、てるんですけどもうーんと「あ尿素水が聞いて今日も効いてるよー」言うてね 尿送水が、えー、あの、メッセージくれてますね。ええー、ねえ、あの、<laughs> 和歌山ですよ、尿送水。ねえ、和歌山ね、ちょっとコロナウイルスちょっと流行ってますから、えー、ね木、あの、僕は常日頃から尿送水のことを思ってますんで、 あのね、体に気ぃつけてくれというメッセージを込めて、あの、コロナウイルス気ぃつけてくださいというね。うん、まあでもあんま、あんまり表出えへんから多分映れへんでしょうけどね。あの、<laughs> えー、心配はしてますよで。これね、前からまあまあちょっとギャグのようにして言うてるんですけど、この尿送水がね、結局こうバレンタインチョコ、ね、 チョコレートならぬ、ハードコアチョコレートって僕が好きな、えー、T シャツ屋さんのね、バトルフィーバー J の T シャツ、これをバレンタインデーにプレゼントしてくれるのかなってね、僕もこうずっと訴えてたんですけどね、あの、なかったんですよね。うん。いつもこの月末、ちょっとね、あの、こう、なんですか。 あの尿奏水、ガンダムが好きなんですよね。で、よくガンダムのプラモデルをあの買い占めるというね、えー、気候に走るんですけども、<laughs> 気候ですよね。だって、えー、プラモデルね、買ってね、作るんやったらいいですけどね、尿奏水は寝かすんですよね、あの押し入れん中に。何年も前のね。作れへんプラモデルを買うんやったらね、 えー、僕のね、あのー、T シャツ買うてよみたいな感じでね、まあ無、無理難題のお願いをしたところね、えー、まあ、最近はそのガンダムのプラも、ガンプラを買えへん、買う習慣がちょっと減ってきたんやいうから、あじゃあお金残ってるやんっていうことでね。 ぜひ山田ジャックにプレゼントしてくださいって言ったんですけど、なんで俺がバレンタインデーにあんたにあげなあかんねんってね、えらい怒ってましたけどもね。うん。まあ言う、まあ、そうやな。次のね、6月の僕の誕生日にはくれるんちゃうかなと、次のね、えー、 あのなんかもらえる、えー、なんであのもなんかもらえるデーまでねちょっとあの、えー、引っ張りたいと思いますけどもはいえー、そうですねさあえーえー、っとですねまあまあお疲れで始まりましたけど先週はね、えー、オールサンミュージックの、えー、メンバーをね えー、後半、後半と言いましても、もう30分、だから半分ぐらい、えー、6時半ぐらいのにね、えー、バッとこう呼び込んで、ちょっとこうお話しさせてもらって、ねえー、若い若い、まあまあ、あのかわいそうに、ゆきんこちゃんっていうね、ゆきんこちゃんをちょっとねあの、オチに使ったりとかして、ちょっと申し訳なかったんですけど。 あのねえー、一番年齢いってますよとかいう割にはまだそんな全然、あのー、可愛らしいし若い感じでね、えー、まあまあ、あのー、仲良くなれたんで、えー、ねぎねにしてもねだからぜひ、えー、またねちょっと絡んでいきたいなと、えー、思ってるんですけどもあ今メールが来て LINE が来まして。 武、えー、<laughs> 井桃子さん <laughs>、本名言うたら怒られるわ、ほんま、桃ちゃんが、えー、今日は聞いてるでということでね、結構僕の、あのーえー、なんていうんですかね、えー、普段から大手張る人が、あのー、結構、聞いてくれてるんで、<laughs> 嬉しいんですけどね。 あんまり僕言わないんですけど、実はこれ結構恥ずかしかったりするんですよね。えー、この、なんやろう。まあ、撮り終わって YouTube に上がったぐらいで聞いてるでっていうのは、もう撮り終わってることなんで、えー、いいんですけど、今現在 Now で聞いてるでってこう、ね、言われたら、ああ、聞いてるんやって <laughs> ちょっと意識してしまうね、自分がいるわけですけども。はい。まあね。 なかなか、あのー、仕事辛いみたいですよ。<laughs> あのーえー、頑張ってね、えー、乗り越えていただきたいと思いますけども。はい。えーえっとですね先、えー、先週は山田ジャック、イベント週間といいますか、イベント続いてまして、えー、その話がちょっとね、えー、できてなかったんですけども、うん、あのー、 まずね、えー、<laughs> ノーチェックっていうね、えー、イベントを僕の主催する、えー、ライブがありまして、これがまあ、えー、今回4回目やったんかなノーチェック4ということで、えー、やらせてもらったんですけども、まあね、白芸という箱やったらね、ちょっとこう、埋まるぐらいにはなってきまして、 うん、続けていくもんですね。うん、で、あのー、またね、新しいその新人がデビューしまして、えー、これほんまにちょっとね、みんなにもどっかで見てほしいんですけど、オスコー・おおえ、ね、おちゃんと覚えてへん。オスコー・ザ・オーバー・ザ・ムーンっていうね、どんな名前やね、あのオスコー・ザ・オーバー・ザ・ムーンやったかな、うん、っていう、 あのー、まあ、なんやろ。LGBT のね、子なんですけども。まだ若いですよ。さ、20代後半かな。うん。た、身長がめちゃめちゃ高いんですよ。190近くあって、めちゃめちゃ、ね、性高い、スラーっとした。まあ、何性別で言えば男なんでしょうね。 まあでもいろいろこう LGBT でいる、まあまあその、ジェンダーさんなんでしょうけど、あのー、彼がね、彼彼言うたらあかんのかな、あの、オスコーがね、あのー、まあ言うたらそのノーチェックでデビューしたんですよ、この前のね。えー、やつはですね、なんとお客さん出身で、このノーチェックのな、えー、ボリューム1の時には、客席にいたんですね。 うん、であのー、エミちゃんマジカルエミちゃんねえー、おっぱいでかなりたいなのはのあのー、マジカルエミちゃんのファンらしくてえー、来てたんですよねでこうまあまあ山田ジャックのことも気に入ってくれたみたいでえー、まあ言う,言うたらその追っかけじゃないけども、えー そのイベントに来てくれるようになって、で、なんかこう、なんやろ、出たいって言ったらおかしいけど、イベントに参加したい、お客さんで来てんねんけど、参加したいっていうのがもうビシビシ伝わってきたんで、前々回の時にね、じゃあお前、もう出ろやみたいな感じで。 もう、客席に僕、向かって、出てこいみたいな感じでね、出てこいやーですよ、あの、高田信彦の。だから、そいつも、物事じせんと出てきてね、あの、なんか、用意してたんです、僕、用意してたんです、言うてね、いつジャックさんに呼ばれてもいいように言うて、すごいね、良い周到のやつですけども、あの、なんかこう、あれ、なんて言うんですか、 ド,ドラッグクイーンって言うんですか、あれなんかあのー、ねえ、えー、あなこう言葉に詰まるな、なかなかこう、む難しいあれやから、あのーえー、大阪、マツコ・まあ、デラックスとか、マツコさんちょっとちゃうんかな、あ,あの徳光の、誰やった、あれ、徳光のほら、出てこうへんで、教えて。 <laughs> 徳光の親戚 <laughs>、えー。えあいつおるやろあいつ。<laughs> も,うね、もう48になったら出てこうへんねん。あのー、マツコデラックスじゃなしにもう一人のやつや。あの、徳光のいとこや。いと親戚や、親戚。で <laughs> その、もう徳光の親戚で押し切るもん。で、ね、そんな感じですよ。 これあと、大阪では、ほら、あのー、その同じ系列っったらおかしいけど、あの、ナジャーグラン、また、ま、出てくる。ナジャグランバートルちゃう、グランバトルみたいな。なんかいるじゃないですか。ナジャさん、ナジャさんって言われてるのかなあのー、あ、ミッツバングローブ出てきた。よかったも。もう、えーね、えー、そう、あの、ナジャーとか、 あのー、グループですわ。ああいう感じに、まあ言うたら、その、オスコーは、なりたいというか、多分、多分やけど、多分同じグループなんでしょうね。で、まあ言うたら、えー、ライブパフォーマンス的には、なんていうんですかね、ドラッグクイーンが踊るダンスみたいな、えー、なんかこうや、やってましたわ。で、それがすごく盛り上がって、 うん、面白いってなってでバカ、それを僕認めたんで、じゃあ、オスコ、お前、来月からレギュラーなーって言ったら、うん、マジですかー言ってめっちゃ喜んでくれて、えー、出させてもらいますー言うて、うん。で、えー、今回ね、まあ、言うても、今回、あのー、新人ですやんか、その同じメンバーからしたら。なので、まあ、新人 だから切り込み隊長としてトップバッターをね、お願いしたんですよ。うん、で、その前回のパフォーマンスを俺見てるから、えー、なんかすごく盛り上がる感じやったんでね、ほんな、えー、の <coughs> 気合い入れすぎたんか知らんけど、その前みたいな、なんかね、まあこれ、ラジオやから伝われへんけど、前はね、すごくなんていうんかな、キャバレーダンシングみたいな、ちょっとこう、暗。 えー、クラブなんかでも通用するようなダンスで結構盛り上がる、うん、イエーイってこうノリノリにね見てる方がノリノリに、えー、なれるようなダンスをしてくれたんですんだから今回もねこうトップバッターに持っていったらこうファッと華やかに盛り上げてくれるかなと思って俺は、えー、ブッキングしたんですけども。 なんと今回は、あの、オスコを気合い入れすぎたんか知らんけど、なんか <laughs>、何やあれあの、な、全然趣向が変わって、ねえ、あの、ダンスというか、よくあの、ほら、なんか、体全身、こう、白塗りの人たちが、こう、何、何やろね、こう、 踊るような、ねえ、あのー、ああいうなんてダンスっていうか、ぶ踏、ぶとぶとっていうんかなかな、そういう感じのパフォーマンスをしよって、<laughs> あのー、なんかトップバッターで、うわーっていう盛り上がるやつじゃなかったんですよね。うんなんかこう、じっくり見てしまわなあかんみたいな。 うんまあまあ、それも、まあ俺、俺はね、基本的に何やってもええよ、オスコーって言うてたから、オスコーもやったんですけどね。うーんまあまあ、なるほどと、こういう感じの全く全然違うダンスというか、お踊りをね、見してくれて、まあこいつなんか、おもろいやっちゃなあと思ってね、いろいろこう引き出しあるなあと思って、えー、まあ次回にもね、うん。 あの期待してるんですけども、すごいんですよ、だから100、身長が190センチぐらいあって、またガリガリなんですよね、細い。もうまあ、彼はガリガリや言うたら、嫌がるんですけどね、えー、ちょっとふっ,ふっくら、もっちりしたいみたいな感じのことを言うてましたから、うん、<laughs> でも、スラッとしてるから、ほんで、まあ、言うたら、奇抜な、ああいう。 ナジャーグランバートル。ナジャーグランバートル。あんな感じの、こう、奇抜なメイクとかもしてますんで。あの、絵にはなるんですよね。えー、なので、こう、ね、えー、なんかこう、こう、なんやろ、一番売れてもええんちゃうかな。今のテレビ業界にね。いつオスコ・オーバーザムーンが、 あの、なんかこう、テレビに出だしてもおかしくないんじゃないのかなという。まあまあ、喋りも達者なんで、えー、ちょっとこの、ノーチェックという僕のね、イベントのエース的な存在になってるんじゃないですかね。うん。ねえー。これは言ったら怒られるんやけどね、多分怒られるんでしょうけど、あのー、打ち上げでね、イベント終わってから王将に行ったんですよ。その時、あのー、メイクとかを全部取って、 できよったんですけどいやこれね多分本人別に嬉しないと思うんですけどイケメンなんですよね1 9 0ンチもあってあんなフェイスイケメンでえっ、ー、ってねあまあね、えー、あのうん <laughs> ね、えー、まあまあ頑張ってエース的な存在で頑張っていただきたいと思いますけども。 はい。そんな、えー、ね、オスコ、オーバー・ザ・ムーン、注目のね、がデビューした、えー、あの、ノーチェック、えー、あとはマジカル・エミちゃんとかね、エミちゃん、おっ、おっぱいでかなりたいなのはってね、あれがなんか、もうすぐ春ぐらいにかなんとカラオケで配信される <laughs>、どんなんやね、ジョイサウンドでね、歌えるらしいっすよ。 ああ、な、売れてきたな、なんか、みんな、ねえ、うん。あの、ねえ、いいじゃないですか。うん。そうそう、ほんでね、この、あの、まあ、まあその話つながりで、その。あのー、お、まあ、えみちゃんがね、今、ちょっと、こう。ブレイク仕掛けじゃない、ないけども、こう。うん、で、その、え、えみ、その、えみちゃん、おっぱいでかなりたいなのか が、あの、有名ですけども、<laughs> 有名かもう、<laughs> ちょっとなんか、ね、ほんで、まあ、その、エミちゃんの、に、楽曲を提供している、マッスンさんという作曲家がいるんですけども、えー、マッスン、マッスンさん。この、エミちゃんの、に、楽曲を提供しているマッスンさんに、なんと、えー、山田ジャック、えー、曲を作ってもらったんです。ははは。 えー、なんと作詞は、えー、沢ちゃんですね。<laughs> 沢ちゃん、詩人沢ちゃんね。詩人沢ちゃんが、えー、もうさ、最近ね、沢ちゃんはね、いつももう悩んでるんですよ。もう悩む、悩む戦士ですから。あの、彼女ができへんね。えー、なんやかんやもう、俺には恋人ができへんっていう、そういう、なんていう、うっぷん、ぷんを自分の死にね、 俺はなぜモテないんだということをこう死にしたためてその死が人気あったんですよ。うん、あの結構ファンもついてて、うん、モテない男のやろ嘆きみたいなのがね、えー、うまいこと死に現れててその沢ちゃんがなんとね、えー、彼女ができたんですよ。うんね、ほんならなんか沢ちゃんからこの前 LINE が来ましてね えー、ちょっと、幸せすぎて、詩が書けなくなりましたって。<laughs> もどんなんやどんなんやねんもう。詩書かれへんのかいで、ちょっと長期休業してもいいですかみたいな感じで来てね。えー、いや、えー、えー、けど、そんなん、なんやろ。詩人やったら、その、それもそれをも乗り越えて書けようって、俺は一応、 エールを送っといたんですけどね、えー、ね、まあまあそんなサワ、えー、ちゃんに作詞を頼んで、えー、そま、えー、そして、えー、あのマッスンが作曲した、えー、曲ね、えー、またタイトル未定なんですけども。 えー、近々山田、今、山田ジェック、ちょうどこう頑張って覚えてる最中ですんでね、えーえーえっと、3月の終わりぐらいにレコーディングに入るんですよね、えー、そして、えーね、4月か5月ぐらいには発表できると思いますけども、えー、あの <laughs> い,い,いい感じいい、いい雰囲気になってますね。 ぜぜひぜひお楽しみください、えー、山田ジャック初、えー、歌手としてデビューしますんで <laughs> もうどんなんやもうだんだんおかしなってきたわ俺もいろんなことやりすぎやもうね <coughs> はいえー、まあまあねだからあれですよおっぱいでかなりたいなのはみたいにね、えー、ちょっと売れたらええんじゃないですかうん。 <ね> <laughs> まあまあそれのねえー、<laughs> こともありますしであとせき込むなあのー、TJ ブルースというね、えー、イベントがありましてそれは作家の竹内義和先生と一緒にやってるイベントなんですけども、あのー、そこでトークライブこれがねいつも毎週毎週じゃごめんなさい毎月日曜日にやってたんですけどね こう日曜日がね、えー、しかも日曜日のお昼の、お昼ちうか夕方の3時からやってたんですね。それがなんかこう、結構、あの、お客さんの集客が伸び悩んでしまったんで、あ、ちょっともう平日の晩の方がお客さん来やすいんちゃうかということで、えー、平日になりましてね。で、夜にしたらね、本当にま、あの、また、あのー、 帰ってきててきくくれたたお客さんがたくさんんがいまして、えー、ちょっとこうね、えー、潤うというか、あのー、まあまあ超満員ではないですけどもまあまあ、あのー、イベント成立するぐらいのお客さんが入ってくれたんで、えー、嬉しかったなと思ってねまたこの TJ ブルースは本当に、えー、こんな令和のね厳重な。 あのね、えー、時代と言いますか、こうもう一切ここううなんかこう音源とかね、そういうのが残ってたら、もうほとんどアウトなような内容をね、このあの TJ ブルースでは喋るんです。はいだか,だから今、今もう俺も先生、もノリノリで喋ってますからね。 あの、本当に今が一番面白い時なんですよ。これお客さんが本当に徐々に増えていって、お客さんが多くなってくるということは、あの、またちょっとね、信用できないお客さんもおるかもしれないじゃないですか。なんかこう、テープ回しといたりね、えー、してね。そんな、今は本当に、ごく少数のお客さんなんで、みんな、なんていう仲間みたいな感じですから、 あのそういうことする人いないんでね。だからもう、今、ガンガンに俺も先生も、トークのなクオリティというか、その、言ったあかん不謹慎なこと含め、もう、ね、絶対ネットでも表に出てないネタをバンバン言ってますから、今。これはもうすごいですよ。えー、あの人そうやったんいうようなね、話、バンバンしてますからあ。今が面白い時なんでね、ぜひ、TJ ブルースもね、 えー、今後、まだお客さんがむちゃくちゃ増えるまで,まではあの面白いの続きますから、えー、ぜひぜひ、えーねあの、それも見に来ていただきたいなと、ね、思います。えー、それを TJ ブルースがありまして、今回ももうやばいネタいっぱいしたな、もう本当に。こんなんもし取られて、なんか発表されたら、ほんまに芸能生活大はんでっていうね、あの、えー、トークでしたね。えー やばかった。はい。そんな内容をね、えー、やりましたし。<laughs> そして、なんとなんと、えー、おとついはですね、<coughs> あ、そうそう、TJ ブルースや。TJ ブルースのね、その、やっぱり話するときにね、まあ、お客さんも結構帰ってきてくれて、で、まあ、僕のファン、まあまあ、ファンって、おこがましくも、ファンって言って、もう、僕、いいと思います。あの、ミルクさんというね、 あの女性のお客、熱心なヤマダ・ジャックファンのお客さんがいるんですけども、ねほとんどのイベント来てくれてるんちゃうかな、ミルクさんね。で、そのミルクさんが、あのあれですわ、いつもね、日曜日のあの TJ ブルースはどうしてもまあまあ、 お仕事かなんかの通合上来れなかったんですけども平日に変わったということでまた戻ってきてくれましてであのその日にねまあ,あの今花毛のおばちゃんが西成の成屋さんっていうところでバイトしてまあ働いてますんで、えー、その僕の TJ ブルースのイベント前に成屋さんに行ってちょっと飲んで花毛のおばちゃんと喋ってみたいな感じで。 えー、多分気来はったと思うんですけどもまあその成屋さんでまた花毛のおばちゃんよう友達作るからねあのババアはあのともさんっていうね僕も顔見,ああの顔見知りというか知ってるんですけどもともさんというおっちゃん俺よりも多分年齢23個上ぐらいのおっちゃんがいるんですけどまあまあ本当に西成り詳しくて花毛のおばちゃんと仲良くてね えまあそともさんにこの西成情報、あのー、あこんな店あったんやとかいろいろ僕も教えてもらったりしてる、えー、仲良く付き合わせてもらってるお友達のおっちゃんがおるんですけどもそのともさんとミルクさんは知らないもん同士だったんですけどまた花毛のおばちゃんがこの成屋であのミルクさん来てともさんも来たからこうなんや盛り上げてね。あのー あんたら仲良くなったらええねんみたいなおせっかい焼いたんですよ。ほんならまあまあ、ミルクさんも昨日ええ人やし、トモさんもええおっちゃんやから、まあまあ意気投合して、で、えーあの、まあまあちょっと飲んでね。で、そのノリで、えー、じゃあトモさんもジャック師匠の今からイベント行きなはれ、行ったらよろしいやん言うて、そのノリでトモさんとね、 えー、ミルクさんが一緒に TJ ブルースに来てくれたんですよ。で、まあ嬉しいですよ。で、まあ言ったら、ね、山田ジャック、ね、師匠を応援するぞっていう意味で、一番最前列にドカッと座りましてね、ミルクさんとトモさんが。で、えー、時間になったんで、こう、竹内先生と俺とは、こう、どうもーって出て行って、うん。で、他にもお客さんばー,ーっといまして、 で、まあまあ、喋り出して。ほんだらまあ、昼間から、ともさんなんか特に、ええー、多分夜勤明けなんかな。夜勤明けで、ね、西成すっきやから、西成来て、で、のん、昼間から飲んでるから、ああ、ちょうど眠たなんねやろな、その俺のライブの頃。はい、どうもーって、俺が出て行って、竹内先生といい感じにこう、危険なやばいトークをしだして、ええー、もう、ねえ、 盛り上がってる時に、一番前の席で、く寝んな。<laughs> 寝るな、ほんま。もう、あの、ミルクさんもかわいそうにね、連れてきて、連れてきてくれた手前、ね、なんか俺に申し訳なさそうに、なんかこうね、あの、 そのトモさんの肩をバンバン叩いて、起きや起きや言うてやってんねんけど、トモ,トモさんも一瞬ブルって言ってこう、はっってって起きんねんけども。ねああ、まあまあ俺もそれ、笑いに変えなあかんから、いじるや、いじりますやん、それをね。うん。で、まあまあ笑いになって、ちゃんと起きといてくださいよ。今から、あの人のやばい噂話しますからね、言うて、またこう喋りますやん。 んで、また、その、なんや、言うたらあかん話が、こう、うまいこと、こうね、ええー、感じに話持っていって、実はあの人、こうやねんで、っていう大ネタを言おうとしたときに、でも、お客さん、俺の裏話より、そのいびきの方が気になってしゃあないわ、ほんま。 ねええー、もうそんなことがあっても <coughs> まあでもね、えー、いびきともさんのいびきにも負けずあのねそういうまあまあやばい話してねええー、おっさん竹内先生もね、えー、やっぱり作家さんですから、えー、話の持っていき方がうまいねあすごいなという自分でねイベントやってて自分のイベントを あの、褒めるのはあれなんですけどね、この TJ ブルースっていうイベントは本当になんかこう、面白いね、今見とかなあかんライブやなぁと思いますよ。うん。もうだって令和以降、これからどんどんああいう今俺がやってるその TJ ブルース的なイベントはもうごハットになってくる可能性がありますからね。規制ライブとはいえ規制かかるんちゃうかなって俺思ってますから。あの またやれるうちにやっとこうと思ってね。<coughs> はい、えー。そんな感じですわ。で、それがありまして。んで、あと、おとついですわ。俺の弟子のおい、井川のね、生誕ライブっていうのがありまして。なんで、井川、まあ、おい、あのね、あいつ師匠師匠って俺に言うて、ま、あま、あ弟子ですから、あれですけど、あの、師弟関係や言うてるんですけど、あいつ、 なんか俺のことをこうねむちゃくちゃえら年の離れた師匠的な感じで持ち上げるんですけどあの俺と伊賀はあれですよ学年1個しか変わりませんからねあいつただ俺の学年1個したんだだけですよほん <laughs> まあおい伊賀はお前だいぶおっさんやないかあいつねせやのになんかちアイドルさんみたいな地下アイドルさんみたいな感じで、えー、生誕ライブいうのをやりやがってね しかもまた何あのアメリカ村のリードカフェ言うとねアメ村みたいなそんな若者とかそのおしゃれなとこでまたなんで多い以外がやんねんっていうねえー <coughs> うん、まにねえまあまあそこでやりましてえー またね、この、おい、まあまあ今日ちょっと、あのね、えー、自分の棚にバレンタインチョコが入ってたっていうのが嬉しかったからか、えー、ちょっと自分であの、自分のこと褒めますけども、あの、またその、おいがのライブでね、あの、お、俺、俺、面白かったんですよ。<laughs> もう自分で言うなっていうのね、<laughs> あの、もう誰よりも受けてましたしね、もう、 わーという拍手が起こったりね。<laughs> どんだけ自分で自分のこと褒めんねん。まあ、何ででもね、おい、もう俺、あれですよ、ノーギャラですよ、おい井川。自分の弟子のね、イベントで、どんだけ俺頑張んねん。弟子よりも師匠の方が頑張ってトークしてるやんけっていうぐらい、えー、頑張りましてね、うん。まあまあ、おい井川の誕生日に、 花を添えれたんちゃうかなと、えー、字が自参自しておりますけども、えー、まあまあそんな感じのね、えー、イベントが終わりました。ああ、ね、そういうイベント習慣やったわけですね。ちょっとまた飽きまして、えー、ね、来、えー、来月3月1日がね、また日後橋アワーズルームっていうところで、えー、花毛のおばちゃん71歳誕生誕ライブ。 なんでみんなこう生誕ライブやりたがるのかな <laughs> もう、イガーにしても、おばちゃんにしても、もう71やで、ほんま。<coughs> ねええー、生誕ライブがありますんで。またそこはね、そのいろんな、あの、ツアー者がね、ゲストに、えー、集まってくれるんでね。さっき言った、オスコーザ、オーバーザムーンも来てくれるしね。うん。あの、 えー、僕の中での大ヒット、森春も来ますしね。えへ森春。えー、ね。あと、おい井川とね、えー、あの、金見信の、えー、嫌われーずというね、新しいユニットを組みましたから、嫌われーずというね、えー、あちこちのもう、SNS、ツイッターやらなんやかんやで、 もう、訴えられようとして、金見のむなんかこの、今、一番最新情報、なんかどこやから訴えられるとか言ってましたよ。<laughs> もうほんまに嫌われてる、ね、その嫌われずが、えー、ネタを披露してくれるんでしょうね。あとほね花毛のおばあちゃんと花毛のおっちゃんの花毛図ももちろんでますし、えぇ、ー、みのむみという、金みのと花毛のおばあちゃんが組んでるユニットも出ますし、えぇ、ー、いろいろともう、ね、もう、その、 えー、大阪のアンダーグラウンド界のね、えー、サブカルタレントが集結する、えー、3月1日、花毛のおばちゃん、えー、ね、あのー、生誕ライブ、タイトルかっこいいですよ、僕考えました、えーえー、永遠も古希を過ぎてというね、なんかちょっと悲しい、あのー、<laughs> 逆に悲しいあのタイトルつけましたんで、永遠も。 古希を過ぎてというね、この、えー、イベントに皆さん、ね、来ていただきたいなと思います、えー。日曜日のね、3月1日、日曜日の、えー、5時ですからね、えー、ぜひぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。さあ、まあまあ、えー、ライブ週間でね、 ええー、いろいろあったわけですけど、まあまあ、山田ジャックいろいろ、あ、そうそう、あのー、三崎公園ね、僕、あのー、連邦の白っぽいのさんがね、えらい気にしてはったんで、あのー、三崎公園の話題にちょっとね、何週か前に触れまして、ええー、僕、この秋、この秋っていうか、あのー、去年の秋にね、三崎公園で、ええー、まあ、イベントのお手伝いさせてもらってまして、その時にね、あのー、 そのイベント時代が、小、小築芸能じゃないですよ。小畜の方のね、会社が絡んでる仕事でして、で、その小畜さんの、その、イベンターの人と僕喋ってたんですよね。なら、あの、もう三崎公園やっぱり噂通り、閉園になるんですかねみたいな感じで聞いとったら、いや、どうなんですかねあの、まあまあ、南海電車さんは、あの、ね、もう、あの、 手を引くんですけども、あの、岬町とかそういう、あの、ところが手放さないんちゃいますかみたいな感じのことを言うてはったんです。あ、そうなんですよ。だから、んで、そのイベントもね、その、この、この秋が終わったら次、あの、まあ、言うた春のイベント、ゴールデンウィークにかけてのね、イベント、また、 えー、ちょっと話が進、三崎公園さんと話が進んでますんで、またその時ね、えー、ジャックさんにあのお願いすると思いますみたいな感じで、その、言われてたんです。だから、あやっぱり三崎町が手放、動物のこともあるしね、やっぱり三崎町は手放せへんのかなっていうことを、だから、のまあまあ言うたら、春のイベント、 催し物も決まってるって言うてたから、ああ、じゃあやっぱり、あのー、の、三崎公園自体は残んねんなぁと思って、先走って僕ね、ホットニュース的な感じで、まあ言うたら山田ジャックが、えー、えー、えー、つーな、なんていうんですかね、えー、事情つぶって、ちょっとこのラジオでしょう、その話をさせてもらったんですけども、やっぱりあれですね、三崎町を手放すみたいですね。 あのやっぱり三崎公園、閉園がきどうやら決まったみたいな感じでね、ああ、そうか、そんなんもう、あれやったな、な結局はあの、んでね、あのー、お仕事させてもらったのがやっぱり最後やったかなと思ってね、三崎公園の、ね、春の,あの桜がすごく綺麗なんですよ、だからあのジェットコースター、あのレトロなジェットコースターのね、 えー、こうなんていうんですかねこう、風景にすごく桜がマッチしてるんで、あ今年はそれ見れるかなと思ったんですけどあ、ちょっと叶わなかったなと思って、残念だね、えーあ、やっぱりあ、やっぱりこう、なくなりはんねんなと思ってね、うんえー、思った次第です。はい。あとね、えーん <laughs> 厳しなったな、もうこれ、令和ってやっぱりこう、厳しなったな、いう話なんですけども。えー、ちょっとこれ、えー、ある、えー、なんやろね。まあ、言うたら、こう、仕事、仕事でね。まあ、言うたら、こう、飲食店のパーティーとかあるじゃないですか、その、ね。ちょ、ちょっとこう、夜の雰囲気がある飲食店の、すごく、俺、あれですよ、 あの、ぼやーっと喋りますよ。飲食店とかや、や経営してはる人の、あの、周年のパーティーとかで、大きな会場を借りて、やりますよ。つきましては、それになんかちょっと花花持たせるような、パッと明るくしてくれる、してくれる芸人さん、ね、探してます、みたいな。でも、まあ、言ったら、山田ジャッククラスの芸人じゃダメですよ、と。もう、やっぱり全国で、 えー、もう名前が通ってはる人を、ね、えーぼ、誰かいませんか的な。そういう、えー、芸人同士のね、えー、まあ、言うたり、言う、まあ、簡単に言えば闇営業 <laughs>。<laughs> <laughs> ね、そういう話があるんです。やっぱり、今だにね。 で、もう僕なんか何本でもウケる言うてんねんけどね。あの、やっぱりこうダメなんですよ。まだ知名度が低いから。で、えー、でね、その話をね、あのー、まあ、ある芸人がね、俺に、ジャックさん、ちょっとね、こういう仕事があるんですと、ほんで、誰か、 ジャックさん、この、ね、まあ、僕いろんなところで顔出して仕事してるから、ちょっと有名な、全国的に名前が通ってる芸人さんとかタレントさん、ちょっと知ってる人紹介してくれないですかっていう話が来たんです。つきましては、もし紹介していただいたら、まあ、ギャラが、まあ、まあ、すごい、俺からしたらすごいギャラなんです。 ね、そっからジャックさんがその友達のねタレントさんに交渉してもらって中抜いてもらってもいいですよと <laughs> すごい話してんだ俺 <laughs> ねこんな話が来たんですよ最近ね,ねもう完全に <laughs> ね、えー、そんなんでまあまあこれあのー、去年はあるタレントさんに 俺、俺関係ないですよ。俺じゃない人に頼んで、ああ、去年誰行きはったんですか去年は、去年は誰々さんが行きましたと。うん。で、まあまあ、こんだけのキャラが出まして、本当にもうね、20 分間ぐらいわーっと盛り上げて、えーね、くれたらもういいだけなんですよ。20分出ただけでこんなにもらえねんなこの人らはって俺は思ってたんですよね。でまあまあ今年もその人らねまあまあ毎年同じやだらかんので今年ちょっと誰かいてへんかなということでちょっとジャックさん、えー、誰かいないですかって言うから。 まあまあまあ、俺の知ってる中で一応こう、ブワーッと華やかにね、してくれる春人、この人かなって思ったんで、えー、ちょっとその名前を挙げさせてもらったんです。ほなら、そのイベンターの人がね、いいじゃないですか、その人。ジャックさん、それ大丈夫なんですかって言って。うんで、ジャックさんに任せますから、っていうことで、まあまあ、ある、そのね、俺が、 声かけたタレントさんの事務所に電話して、マネーその人のマネージャー、僕、直接知ってるんで、マネージャーに、あの、ね、あのこ日にち言うて、えー、場所は滋賀なんです、滋賀県なんですよ、滋賀県なんですけど、あたまたまその日、えー、仮でスケジュール空いてますと、うん。で、まあまあ、ギャラはこんだけぐらいやまあまあね。 ジャックさんのあれなんでこれぐらいで、ええー、話やったんです、俺としては。うん、あ、こんだけ抜けるな、<laughs> ねほんなら、ほんならね、やっぱりでも厳しいですよ。あの、あのね、飲食店のパーティー的なものは、ちょっともう出れないんですって。うん。ね でも大丈夫ですかって言われて、バリバリ飲食店のパーティーなんですよ、俺が持ちかけてんのは。ああ、それやっぱりその,そ,のそのタレントさんのイメージにもあれやから、ちょっとほんだらあなら、なかったことにしましょうかって言うて、ないことになったんですけどね、いやもう、この金額、提示された金額、ギャラと、20分でええねんで。 こんなん、なんで受けへんねやろうって俺は思うんですけども、ね令和というこの優しい時代に、なんてこう、ぼやかしますよ。飲食店の、 終年パーティーで20分間ぐらい、いやおめでとうございます、言うて喋って、その後、わっと来てるお客さんだとツーショットの写真をこう撮りまく、各テーブル回って撮りまくって、わーって盛り上げるという、えー、全体通して40分ぐらいで終わるんちゃうかっていうイベント。こういうイベントは、もうなかなか全国のタレント、やらないらしいですよ、これからは。うん。 ねえ、もったいない。俺なんかやんのに、そんな、ほんま。<laughs> ねえ、盛り上げるで俺、俺結構、ね、あの、そういうとこの盛り上げ、ね、パーティーネタ持ってるからね。あの、あーな、まあ、ただツーショットした場合な、別に俺なんか勝ちないから、あれなんやろうけど、ああ、まあまあ、厳しい、 やっぱりタレあのね、まあ、反,射か反射とかあの辺のえー、ねことでまあまあ取り上げられたねやっぱ雨上がりとかあの辺のことがありましたからあそこからやっぱり厳しいなって今の時代はそういうえー、営業っていうのはなかなかやりづらくなってきたんやなっていうね。 それはみんななんか YouTube に走るなーとか思ってね、うんえー。思った次第なわけですけども。えーねえー、こ,のこの話の誰が断ったかとか、えー、その前の年に誰が言ったとか、これは直接ラジオ以外のとこで僕に聞いてください。<laughs> 全部言うたりますから。<laughs> なんぼやったかとかね、その、提示されたギャラがとかね。えー、まあ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  <laughs>、えー。そんなね、えー、あー、ね、山田ジャックがなんぼ抜こうとしてたとかね。<laughs> ああもう、ほんまこう、ぎだえだ、ー、ね、あそんななんかこう、ま、まだ、 やろうなこうあるところには金あんねんなっていうような話もね実際転がってるのがまあ言ったらこの世界なわけですよあ、ねうんえー、まあまあ、えー、そういう話がありましたということでええー、なーってね俺は本当に羨ましいですよそのやっぱり全国的に名前がね、えーあ「ルークさんお疲れ様でした」えー、ね ルークさんが帰っていきました、えー、<coughs> はいねそういう、えー、<coughs> もうため息しか出えへんぐらい羨ましい <coughs> ねえ <coughs>、ね、さあさあさあえー、そうですね51分ですかはいえー、あ今日はちょっとザ・小西のね、えー、曲流せなかったですねえー <laughs> あのーね、ねなかなかこうリ、リクエストとかも、ええー、リクエストというか、うん。ねえー、結構このラジオでかけてくれというね、えー、ことも言うてくれる人がいるんでね、えー、できるだけザッコニシーのね、えー、ヘアウォーをかけたいなと思ってたんですけども、えー、今週はちょっとかけれずじまいでしたね。また、 来週かけますかね。うん、さあ、えー、ジムに今、通ってまして、山、ま、田ジャック。えー、もう、何遍もダイエットに失敗してて、失敗したというか、えー、し,てしてないやろと、ダイエット。<laughs> お前、ダイエットにしてないやろと言われそうなんですけど、まあまあ、ジムに行ってましてね、えー、それをこの後ちゃんとね。 えー、行きたいと思います。えー、なんとか、えー、ね、痩せれるように頑張りたいと思いますけども。オールサンーミュージック、この後生放送。はい。先週ありがとうございました。はい。えー、今週はゆきんこさんがお休みやでね。ああ、オギーと、えー、花ちゃんと。えー、先週来てへんかって。ね。え、生、言うてちょっとそこで。 ミ,ミキティ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 が今日は、えー、スタンバってますんでね。えー、あと、ベレーさんも、<laughs> ベレー帽被ってないじゃないですか、今日は。か被ってます <laughs> もう僕の中で一押しなんですから、ベレーさんが。<laughs> ねええー、あの、この後生放送で。あのね、このリスナーのね、あの、ラジオネームが、ニョソウスイという、あの、このラジオ聞いてくれてる人が、引き続きサンミュージックもずっと聞いてまして、 そうなんですよ。その女ス水、和歌山の人なんですけどもね、あのなんか、えー、泉佐野にね、えー、拠点を置くオールサンミュージックの、あのー、番組がやっぱり好きらしくて、えーあのーこ、この流れでずっと聴いてるらしいんで、えー、ぜひね、なんかお互い盛り上がったらいいなと思っております。はい。だから女ス水、なんか次の生放送ですから、オールサンミュージックになんかちょっとメッセージを残しなさい。ね <laughs> はいえー、ねさあということでえー、<coughs> ねあのー、ねオールサンミュージックのことをねえ仁王壮水はえー、このまま聞いてくれてるということなんでえー、か曲書けれなかったですねやっぱりねえー、えー、ねえ この後今日はあは、のー、何かどえらいことするんですか全くしだい <laughs> バレンタインネタはもうやったんですか,あんかやったんですかオギー二人からもらったんちゃうのはなちゃんからシ <laughs> ーってやってますけどねえーね さあ、えー、じゃあ、えー、またジャックのお疲れでィこの辺で終わりたいと思います。えー、この後、オールサンミュージック、このまま引き続き皆さんお聴きください。お疲れ様でした。また来週。